手で隠しました。こんばんは。なんかちょっと前がメロンやりすぎて。こんばんは。暑いな。暑いですね。こんばんは。新潟も暑い。暑いよ。新潟暑いよ。なんか半袖にした。あ、今日初夏なんですか。エアコンつけた方がいいかな。エアコンつけよう。ちょっと待ちください。いやこら、つけた。こんばんは。つけました、つけました。26度って高いのかな。ちょうどいい。あ、ワンピースです。ワンピース。なんか服じゃ暑そうって。半袖ですよ。いや、これはちゃんとクーラー、冷房だよ。ついてる、かわいい。ありがとう。おっぱー、つけすぎちゃった。うん。こんな時間なのにね、暑いね。確かに、夜なのに。チーク変えた。チークしてません。適当か。これから夜勤頑張って。頑張ってくださいね。これから夜勤の方、そして明日出勤される方、頑張ってください。なんか気になる。何これ、何これ、何これ。納得いかないな。何かな、前髪。あ、なんかさっきあのゆなこの配信をちょっと見てて、見てたらなんかゆな、なんか毎回なんか妄想してる、あの子。妄想、なんかメンバーとかで妄想とかしてたりして面白いなって思って見てて、あとなんかさ、言葉のさ、例え方がなんかさ、比喩がなんか変なの。比喩表現が異様なの。面白いと思いまして、見ててね。でもなんで毎回いつもこんなに言葉のチョイスがすごいんだろうって思ったら、なんかユナ結構読書家なんですよ。あ、だからなのかなって思って、私もちょっと本読もうかなって思いました。そう、すごいんですよね。面白い、本当に見てて楽しいから。その言葉のチョイスすごい好きって思って。どんな本読んでるんだろう。あ、でも結構有名な方、あの湊かなえさんとか読んでるらしいですよ。だからさ、私もさ、なんかそういうボキャブラリー能力欲しい。そういう能力が欲しいです。私、かえりちゃん面白い時あるって。それただは、たださ、言葉のチョイス間違ってるだけだよ。かえりちゃんは本読むって。最近全然読んでないですね。うん、読んでないな。雑誌漫画しか。読んだ方がいいね、読まなければ。
本って当たり前ですけど安売りしないじゃないですか。高いです、高い高いねえ。読みたいな。言葉のチョイスが上手なメンバーって大体だからゆなこだってば。ゆなこさんです。面白い、見てて楽しいし、なんか、表現が上手なのかな、回し方が上手。ファッション雑誌はね、付録とか見て決める。十分面白い。カイリーちゃん、そんなことないよ。大空文庫なんか聞いたことあるぞ。なんか昔48グループでなんか小説おすすめされてたやつ、私あれ横山由依さんがおすすめされてた小説を買いました。霧島部活やめるってよ。それは買って読みました、昔ファンだった時ね。漢字も覚えられるかも。確かにゆなこのものまね、ゆなこです、さしまゆなこです。ワードセンス欲しいよな、欲しいよ欲しいよ欲しいよ。窓見が気になるよ。床屋さん行きたい。切実に床屋さん行きたいよ。わかんないけど、それは見た。あと君の膵臓を食べたい。あ、確かに誰かにおすすめされた本は読みたくなるね。確かに確かに。床屋行きたい。あ、病院、床屋。なんかお家の人みんなさ、おじいちゃんとかおばあちゃんとか床屋って呼んでるから床屋って言っちゃう。こうやって言っちゃう。床屋さん美容院さん、わかんないけど。前髪切りたいですね。髪の毛切りたい。そうね、前髪軽くするって足するですか。皆さん得意な足するですか。パーマ屋も言いますね。パーマ屋も聞きますよ。パーマ屋も聞く。なんか前髪がさ、こうくるんってしすぎると眠たいとろーんとした目になっちゃうんだよね。まあいいんですけど、トローンって。ねえ、お豆が好きだって。みんなそれぞれあるか。私はね、そうなん、誰ぐらいだろうな。キープかけてないよ、とろける可愛さ。そんな可愛さあるんか。歯医者さんも管理用だって。虫歯ないよ。虫歯ないけど矯正はもう何年も通わなきゃいけないんだ。 TT、 ね、パンマヤって言うよね。ちょっと、トラック頑張ってるね。 ありがとうございます。更新した、今日もちゃんと更新したぞ。黒髪が素敵、ありがとうございます。なんか私の方の人、黒髪派の人が多いんですけれども。どうしよう。黒髪派の人がね、すごい多いんですよね。
なんでかわかんないけど、なんでなんで絶滅黒髪少女なかなかいないよ黒髪染めるなら何色がいいの。確かに言われるとそう染めちゃうと傷んじゃうんでしょ。これ以上傷んだらやばい。染めたカエルちゃんも見てみたい赤赤ねえ、なんか黒髪の人が多いと思ってあの肌色と赤ですか面白い。あ、痛んじゃうんですね。そうね、まあ、いつか髪の毛が染める時が来るかは分かりませんが来るか分かりませんが、じゃあ来たら受け止めてみてください。へえー、あ、ブーム星の温度わかんないけどはい、わかりませんが、それはどうなんだろうね。でもなんか似合うって言われたらその色にしちゃいそう私。でも多分茶色は似合わないんですよね。なんか寒色が似合うんですよ私、暖色より。だから寒色系の色かな。なんかね、男性の方はあんまりわかんないかもしれないんですけど、肌の色でなんかブルーベースとイエローベースというのがあるんですよ。大きく人の肌は2種類に分かれてて、なんかそのイエローベースの方はあのなんかね、黄色み肌の方が多くて、なんかまあ茶髪とかメイクだったらオレンジメイクが似合ったり、ブルーベリーじゃない、よくツイッターとかインスタグラムとか見て回ってこないかな、なんかそういうのがあってですね。私はあの検査しても、検査というか調べてもらったらブルベ肌だったんですよ。でなんかそのブルベの人が似合う色味とかでメイクとかしてます。これなんだろうな、何があるの。なんかこれのねアイシャドウとか、なんかブルベに似合うって書いてあったから買ったのあとなんだろう、リップとかこういう赤みじゃなくて青みがかったやつが肌の色に似合うって言われてね、そういうことしたんです。あ、クマありがとう。浴衣かと思った、嘘これありがとうそうで、なんていうの、そのね、ブルベイエベというものがありまして、私はねブルーベースだったんですよ。うん、だから髪の毛はねチャッなんかすごいド茶色は似合わないって言われたんですよ。ド茶色はね、ド茶色、あ、それを検査したのは渋谷のエチュードハウスっていうお店なんですけれども、そこで機械でピーってやって検査しました他になんかドラさんで行った時に検査してもらって、そうで、それでなんかそのメイクとか髪型、髪の毛とか洋服とかもその肌の色で決めるといいみたいな。でも逆にブルーベースの人がイエローベースが似合う色をまとってしまった場合、なんか顔が暗く見えちゃうらしいの。肌が黒く見えちゃう、合わないから。
でも自分のパーソナルカラー、あ、これパーソナルカラーって言うんですけれども、パーソナルカラーに似合ったものをまとってるとなんかすごい美しく可愛く見えたり健康的に見えたりするらしくって、そうそうそうなんです。だからあの気になるファンの皆様ぜひエチュードハウスに行ってあのパーソナルカラー診断してみてください。あのね、結構アプリとかでもできるのかな今、ぜひやってみてください。え、そう、自分でも自己診断できて、そう勉強してみた、勉強してみて、あ、自分ブルーベースだなって思って行ってみて測ってもらったら本当にブルーベースだったっていう、うん。かえりちゃん、あ、髪の毛ない方でも、あ、髪の毛で診断するんじゃない、肌で診断するんだよ、うん、おじさんも行けるって、行きなよ行きなさい。え、ちょっと他のメンバーは何か忘れたけど、じゃあ私が診断したやつ、乖離診断によると、チカナとミユミユはブルーじゃないや、チカナとミユミユはイエローベースで、なんか私はブルーベースで、なんかユナがね、あの微妙どっちにも見える。でもユナ自分でイエローベースって言ってた、うん、そう、私がね診断しておいた。あと誰がいるメンバーで他にもブルーベースいっぱいいますよ。うん、あ、ヤヒはイエベ、もうイエベの象徴、ヤヒのイエベすっごい似合う。ヤヒがイエローメイクって言ってちゃった、オレンジメイクするとすっごい100倍可愛くして見える。そうそうそう、だから絶対おすすめです。あ、そうだね、夢がブルーベースかもしれないな。そう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 、イエベ界の神、そうだよ、タラヒナもイエベな気がするな。福祉会でカエルに診断、あ、診断してあげるよミナのことを診断してあげるうん、あ、村長はブルベっぽいですねわかんないけれどもね、素人なので分かりませんが、村長もそんな気がします。うん、微妙って言われたいんだって、微妙いや、ブルベルベ、ホワベホワベはありません、専門家みたいだって。違うよ、私カイリがする素人のパーソナル診断ね。なんか血管の色とかでもわかるんだよ、血管の色。じゃあ皆さんググってみてくださいパーソナルカラー診断血管とか、はい、ググります。診断されたいわ、されてください。パーソナルカラー診断と他に何がわかるの他いや、あと似合う髪の毛の色と似合うメイクと似合うお洋服の色が分かります。それしか分かんないでもそれ分かるのすごい大きいと思うんですけれど、どうなんだろう。ザリガニレーンに行きたい、ぜひ。え、パーソナルカラー診断はね無料でした、私が受けたやつ無料だったけれども、なんかそれを終えてあなたはこんな商品が似合いますよってこうおすすめしてくださったやつ、私おすすめに弱くて買いました。そんな高級なものだったら買えなかったけれども、何百円ぐらいだったし、なんかこう、そう、せっかく無料で診断していただいたからみたいなで買っちゃった。うん、え、服の趣味は買えなくていいんだよ、服の色味、
色味をね参考にできる。そう買ったよ。そうそう、うん、買いました。よく公園でつけてるチークとか、うん、チークかとか、ぜひみんなもパーソナルカラー診断してみて、してみて。でも男性の方ってどうなんだろう、考えたことなかったな。どうなんだろう。うん、なのでおすすめです。そうなの、おすすめに弱いんだ。なんか私すごい結構優柔不断で決断力に欠けてて、なんかすごい人生を決める大きな決断には強いんですけれども、明日の夜ご飯とか小さな決断にすごい弱くって、大きな決断はでもその代わり強いんです。でも俺もってみんなも。なんかなんだろう、そうだから、まあ、そんな買い物はしたことないけど、何百万円のものとか何十万円のものを買うっていうよりも数百円のものを買うっていう方がすごい決断力が必要なんですよ。なんか明らかに心を動かされるものがある方が決断できるじゃないですか。明日の夜ご飯なんて食べないっていう選択肢もあるぐらいなんかさ程度だからさ。そう、なかなかね決められないんですよね。分かる人めっちゃおるな。さすが改良しない人、改良しない人は優柔不断もしかして。やーん。そうなんですよ。かいりちゃんこんばんは。こんばんは。そうだよ。だからなんか友達とお買い物があんまりできないんですよね私。あ、私はブルベ夏です。なんか友達とお買い物するとなんか長すぎて友達に申し訳ないから、なんか友達と一緒にお買い物に行っても自分で決められずに友達に決めてもらうとかになっちゃう。うーん、友人不断で DD って、そういうこと。そういうことなんですか。 DD の方って優柔不断なのかしら。そう、すごい悩む派です。例えばさ、なんか悩まないために成分表示見たはずなのにカロリー見て値段見て、え、なんか脂質糖質見て、あれ俺はおやおやおやってなって、もっと優柔不断になっちゃうという私です。難しいよね本当に。うん、そう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 。他にも優柔不断な人いるの？優柔不断なので全員推しですだって。不断ってか決断なのそれは。決断されてない、選んでないもん。だからみんなフラフラになりやすいのね。じゃあ私がもっと決断力ある人にならねばならぬな。うん、買い物は本当に。かりちゃんこんばんは。こんばんは。悩んでたらほぼ買うってさ、悩むもの買ってたらなんかもう自己破産しそう。本当にさ、なんかさそのくらい悩むんですよ。お洋服も悩むし、メイク道具もご飯も悩むし、全部悩むから破産しちゃうよ。うん、でもそもそもなんかすごい一番なんだろうな、こだわりがあった方が決断力は高まる気がするんですよ。中途半端にしか
なんか例えばさ、これもう絶対ネギトロ食べたいってなったらネギトロ食べるけど、なんかネギトロじゃなくてもいいやみたいな中途半端なこのゆるいじゃ心がダメなんですよね、きっと。難しいよ。そうそう。だから私コンビニとか行ってね、お仕事の時で明日の夜ご飯自分で買わなきゃいけないってなった時、なんかさ、いつも両親がご飯とかね全部決めてくれて、手作って出してくれてるから全然決められないって、もう最終的にググり出すGoogle とか見てさ、なんか商品の売れ筋ランキングとかを見て参考にするけど、またそれも全然参考にならなくて、で結局さ、なんか親に電話したりしてで親も好きなのにしなさいって言うし、うん、それぐらい私優柔不断です、うん、あ、お茶選ぶときもすごい迷います。わかります。緑茶、麦茶、ウーロン茶あるじゃないですか。じゃあジャスミン茶で、私はジャスミン茶はとりあえずノーなんです。あ、私ね、私の携帯Siri登場しないんですよ、なぜかわかんないけど Siri 一回も使ったことないんですけれども、なんかね、お茶をね、緑茶とウーロン茶で毎回迷って、メーカーも迷うじゃん、綾鷹がいいのか多いお茶いいのかさ、鶴瓶さんの麦茶がいいのかね、コンビニのやつがいいのかわかんない迷う。なんかジャスミン茶はちょっとさ、あの大人な感じ。ほうじ茶ってどういうやつだったっけ。あ、ほうじ茶もありかもしれない。え、そう、迷う。私、そうそう、だから、ほうじ茶もね、タピオカとかもいっぱい種類やりすぎてわからないんだよね。あ、そろそろ時間かも。という、じゃあ優柔不断の話話でした。でも決断するときにはちゃんとね、決断するので、あ、どうぞ、テーブルで切っちゃった。はい、決断するので、皆さんもね、決断するときは頑張ってください。本当に優柔不断の配信だけになっちゃった。うん、決断してから迷う。でも多分それは誰かの一押しが欲しいのかなって思うな。そう、なんか全部親に決めてもらうんじゃなくて、自分が決めたものをさ、肯定してほしいんだよ、きっと。そうでしょ。こんばんはだって。ごめん、もう終わっちゃうよ。はい、だから私がメールとかでね、何々さんどうしようって言った時はぜひ肯定してあげてください。うん、なんか肯定してほしいから聞いてるっていうのも半分あるじゃないですか。うん、あ、コインで決める。かなおで、かなおちゃんですか。待って、でもさ、それ言ったらさ、なんか変なことにもさ、私が 100% 間違ってるのにさ、 100% 間違ってるのにみんなが肯定しちゃうって事件が起きる。ね、だからね、やっぱり何でもいいです。ということで、はい、バイバーイ、おやすみなさい。それではね、明日も一日頑張りましょう。頑張れー。バイバーイ。バイバーイ。